うまいんですよねねめちゃくちゃゃ、ね、くだから正直モネとかルノワールより絵うまいんでだからもしこの方がまだ最後までこう戦争で戦死することなく生きていたとしたらどんな印象派の巨匠になったんだろうっていうのは 非常に気になりますよね。ね<ー>で、実はここに描かれているバジールのこの肖像、これですね、あ,<ー>あの本人が描いたんじゃなくて、マネが書き込んだって言われてるんですね。そこだけ。ここだけ。だ、えー、そのくらいなんかこうバジールってみんなに愛されてて、まあそしてやっぱり彼らがその後の印象派の作家たちが絵を描き続けられた理由って、バジールは描きたくても描けない。 もうなくなっちゃってるからって思いがどっかにあったから辛い時期っていうのをなんかこう乗り越えられたんじゃないかななんていうふうに思うとなんかより印象派を見た時に深い気持ちになれるんじゃないかなと<ー>。